はい、本日はですね、買い物動画やっていきたいなと思います。で、今回来させてもらったのはですね、東京の新宿にあるオッシュマンズさんにお邪魔させていただいております。早速行きたいなと思います。見てください、ズドン、ダウンジャケット、ヒレネックスからノースフェイス、そしてなんかダンと、めちゃくちゃあるね、めちゃくちゃあるよな、手袋なんかもあるし。本当だ。君今使ってるのこれのデナリバージョンですね。あ、そうなんですね。手袋もいいもんね。ね、あ、クリスマスのラッピングになってるね。うまいね。ね。ちょうどこの動画出てるタイミング、クリスマスのタイミングじゃん。来るやんこれ。ね。ダナーと外がコラボしてるキャンプのやつ。これあるやん、うちも。あ、はいはいはい、あのガス？そう。ボンベ？あったあった。見てこれ、ほら。これシルバーや、普通。ああ、ほんとだね。あ、すごいおしゃれだね。で、このピレネックスとかね。あれ、こんな見たことないな。ノースフェイスのやつ。なくない？なんだろうね。復刻したやつかもしれん、もしかしたら。後ろにいっぱい国旗ついてる。これフリースバージョンもあるね。ゴアテックス。めっちゃ量多いな。え？めっちゃ量多い。ピレネックスもこれ、二型あるし。で、これで、ワイルドスイングスもある。ワイルドシングス生で見たの初めてやな。へえ、あれ似てない？いつも私が着てるやつ。アイクワックス？うん。ああ、確かに似てるかもしれんな。それにしか見えないよ。でもそっち系かもしれんな。うん。この辺はちょっともうミリタリーって感じだもんな。うん。これさ、あのアブガルシアって俺あのショーツ持ってんねんけど、釣りメーカーらしいねやんか。へえ。釣りメーカーがこうアウトドア作ってる。水を滑らせて雨をよけるっていうね。かっこいいけど、この辺もマウンテンライトずらり。今年の蚊もですね、明るいんだね、今年の蚊もは。そう、ヌプシもな、今ちょっとやろうかなと思ったけど、ヌプシもこれちょっと明るめ。ほんとだね、明るいね。で、今年からかな、そのロゴが中に入った。今まで明細やったら明細だけやねんけど、海外のさ、このハヌプシもそんな感じだったよね。あ、そうやな、US ヌプシな。詳しくなってきたな。詳しくなってきたな。ちょっとずつな。普通の一般の女の子よりはよう知ってると思うで。これはあれでしょ、休憩かなんかするあれのなんてでしょ。すごいな。休憩を英語でビレイって言うね。ビレイ。あ、ビレイね。そうそうそう、これはビレイヤパーカ。そうそうそう。すごいじゃないですか。あ、ちょっと待って。これは私が欲しかったやつ。社長。これじゃん。ちょっとサイズ見ましょうか。うわ、 M があります。マシなやないかい。これもヌプシのあのウィンドストッパーのやつめちゃくちゃいいから、去年あのちょっと店は違うけどさ、レアトレアさんで店員したんだけどさ、あのお客さんにどれが田中さんおすすめですかって言ったら、いやもうこれウィンドストッパーのヌプシが一番いいんですよって言っててな。ほんと購入されててはね、あ、もうすぐ買いますよね。これも同じだけどカラー違う。いいね、その このロゴがさ、そのシンプルなのがいいね。そやな、刺繍じゃないからな。なんだろうね、これ、ぼっこりみたいな。うん、今回結構買わなあかんかもしれないぞ。大変だぞ。キャンプシュラショートも新しいバージョンになってる。今年からキャンプシュラショート新しくなるね。そうね、このダウンから抜けられるな。めっちゃ広いね、まだまだあるね。まだまだあるね。今年からな、中綿が変わってるから、ちょっとやっぱ量増えてるわ、中綿の。前までな、あの、プリマロフトっていう人工の中綿やってんやけど、今回からダウン、本物のダウン使うようになってんねん。だからヌプシとかと一緒やねん。で、マウンテンダウンね。ここだけでもう喋り疲れたわ。で、ナンガね。はい。これも、これ知ってる？誰？シエラデザインっていうブランド。これってさ、あの大阪のさ、ザボーね。そう、ザボーにあったよね。そう、それのダウンバージョン。へえ。すごいな、シエラデザインって言うんだけど。私すごくない？すごい。なんだかんだちょっと覚えてるじゃん。覚えてきたね。すご、自分にびっくりだわ。よし、ちょっとじゃあ、はい、あ、フリスもここにありました。これです、あ、さっき言ったやつ。そう、さっき言ったやつ。へえ。ちょっとざっと見ていこうか。アルパインライトパンツ。パッとこれ見ただけでアルパインライト分かるっていうところがキモいよな。確かにキモい。で、レトロ X とかでしょ、パタゴニア系でしょ。なんかあんまさ、
冬になってさ、パタゴニアってあんまダウン見えへんや、うん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 、こんだけダウンあんのってあんまないよな。うん、確かに。なんかサンダーっぽいな。うん、思った。サンダーのパタゴニア版みたいな。うん、で、この辺は、うん、スウェット系かな。パーカーとか。うんうんうん、で、チャンピオンかな、これ。うん、これで、オッシュマンズです。あ、へぇ、すごいね。チャンピオンと。かわいいね。うん、かわいい。次はチャムスだ、チャムス。かわいいね、タクじゃないけど。チャムスね。うん、コロンビア、パタゴニア。京都のロフトマンさん行った時に買ったやつ、うん、何買ったんですかって聞かれてたけど、動画切ってから買い物したやん。ああ、私これやな、スナップティーね、うん、これ色はここにないけど、レディースのスナップティー買ったけど、うん、君また紹介しやなあかんで。そうね。ほんでデナーリーでしょ。もっとざっと見ると、うん、まだまだ向こうまであるから。はい、急げ急げ。でグラミッチとかやね、この辺は。はいはいはい。で手袋。おお、手袋めちゃくちゃあるじゃん。おう、これが何にもない普通の手袋で、うん、風通さへんタイプのウィンドストッパーで、見た目一緒やけど、ここロゴは貼るだけでね、そういう効果もあるし。あ、君使ってるのこれです。これな、それか、うん、ここまでふわふわで、ここがあの、これネクシやったかな。デナリア、デナリーチップローブや。あ、レディースもあるわ。あら、まちょっとだけやけど。これはアークテリクスの別注モデルやね。オッシュマン別注ちゃうかな。カラーがこれないから。あ、なんと今現在 40% オフで。あら、まあ、これミステリーランチ、オッシュマンとのコラボセールで 40% オフ、8000か9000で買います。そんな引いちゃっていいんですか。いいんです。あ、ウーフォスやん。うん、私のウーフォスがある。ウーフォスね、これ。あ、それ急に買ってあげてな、うん、オフィス用のやつな。さあ、俺オフィス用これやから。家用はこれ。仲良く並んでますね。で、あと奥リュックですね。あ、これランウェアちゃうかな。意外とランウェアっていらんと思ってるかもしれんけどな、うん、ジムとかの時にこういう細いのって結構使えんねんな。あ、こんなにもあるのね。いっぱいノースあるね。おう、すごいノース。ここにもあるね。これノースめちゃくちゃいいパンツ。おすすめでも言ってんねんけど、これ。あ、これ冬など毎回履いてない。そうで、新しくバージョン変わったけど、うん、これこんなとこで喋る話じゃないけど、うん、裏フリースなんで。だから俺最初みたいな、そう、オリジナルブランドでこういうのをもっとやつ作ろうと思ってたけど、うん、ここまで完成させられたら、うん、作られてたら。でも俺結構そういうの多いねんな、うんうん、超えられへんだって無理に作るのしゃあないよ、うんうん、これおすすめ、めっちゃ。で、多分それの上着なのな、これ。だからイメージでいうところで、うん、アトム AR のノース版みたいな感じな、うん、なんかそんな感じするよね。めっちゃ似てるよ見た目が。結構スタイリッシュな感じで、うん、で洗濯もできてみたいな、うん、っていう感じに仕上げてんやろな。ちょっと一回着てみようか。 XL がちょっと大きいかもしれんけど、まあええ感じやな、うんうん。ここに使われてる生地もさっきと同じくフリースの裏肝やね。パッと見さ、この首なかったらさ、サンダージャケットみたいな。あ、そうやな。値段とサンダーと同じぐらいは。個人的にはサンダーよりこっちの方が好きやな、うん。サンダー今ダウン入ってるから現れへんね。はい、ということでね、一周終わりました。さっき広報の人っていうか営業販売促進部の人と喋ったけど、1時間で終わるんでって言ったけど、1時間で終わらんかもしれん。あ、これはこれオフィス働いてる。これとりあえず履いてくださいってみんなにも言ってんやけど、うん、伝わってるかな。ボアね、はい。まあ、ニューバランスもボア出てるし、コンバースも出てるし、ホカももちろん出るし、ダナーも。あ、あら、まなんです、1だね、ちょっとちっちゃいもんな。あら、ピンクもありますよ。お、これが2やね、マンティス。よくわかんねえ。大きさ違うやん。娘とかも。娘っぽい、なんか子供っぽいわ。奥さんと娘が、なんか、うん、共用で使うみたいな。てか俺ほんまこれの水色欲しかったよな。
これすごくない？南極大陸に行った時の人みたいで、これ、へー、あ、でもいいよ、似合ってるよ、L、バーサロフトのさ、モコモコのやつあったやん、今まで、ノースフェイスのこの首高いやつ着てたやつあったやん、あれがなくなってん、で、これになって、あ、毛がちょっと長いやつ、そう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 、あ、なくなったの、毛もだいぶ変わってんの、あ、全然違う、フェルトみたいになってるね、けどまあ首の仕様とかは一緒やね、へえ、こういう感じやったやん、首の仕様、うん、長かった長かった、で一緒で、この南極大陸モデルになってんの、これ南極大陸ってこの6カ国があんねん、へえ、旗足したん、あ、そういうこと、そうそう、ちょっと一回ピレネックスも分かんないやつ着てみようかな、うん、着てみたら、うん、そこにスーパー来た、ちょっとこの辺一回着てみたいなと思ってたから、うんうん、サイズを確認して、あ、ピレネックスでも買ってたよね、ピレネックスはね、あのロングコートね、アヌシーっていう、それな、それもロングじゃないの、これはね、ロングじゃないねんな、ちょっと形が違うねん、一応ちょっとサイズだけ、うん、やっぱ中の綿めっちゃええわ、うん、もう来た段階でちゃう、やっぱ綿ええわ、色もそれだったよね前、あ、そうそう、ピレネックスなんかな、俺勝手にやけどネイビーのイメージしてんやけど、わかるよでもそれな、うん、ロゴにさネイビー入ってるからじゃない、あー、フードも外してんの、あ、いいね、フード外したらちょっとヌプシっぽい感じなのかな、うん、これで7万7000円ってなんかそんな高く感じひんよぶん殴られるよ、いや違う違う違う、あのアヌシーは10万すんの、うん、あ、そういうこと、うん、それは高いよ7万は、高いよ、高いけどクオリティ的にってこと、ああ、そういうことね、そっちもじゃあ着てみようか、うん、なんかでかいね、そのサイズ何、でかいな、やっぱ南極大陸仕様なんやろな、うん、でかい、でかいし、ちょっとそれは似合ってないかもちょっと似合ってないかも、これを出てるの知らんかったわ、へえ。フリースはしてたけど、フリースの方がまだ似合ってた、だったらちょっとでもフリースの迷うな、俺ほんま水色がいいからさ、じゃあダメじゃん、やめときな、ずっと言ってたから、今年欲しいもののフリースでこれは買うって決めててんけど、うん、水色を買うって言うとてん、そんな、じゃあ買うのやめときな、じゃあ紫じゃなくて水色出るまでちょっと我慢するわ、うん、その代わりロンティ買っとこう、ん、そんな過酷な状態でもさ生き延びたっていう、まあ記念にね、うん、カゴいりますかそれ、いるよ、だってこの後どうせ抜くし見るやん、カゴいる、お買い物やん、よし見る、なんか、うん、どっちも見ようかな、バーサミ、これのグレーあるよ、うん、あるある、着てるよね、着てる、これ毛足の長いの君好きやんな、かな、あったかい雰囲気あるやん、たくちょっとあの M サイズ着ないの一回、ルプシ、うん、あ、俺、うん、着てみない、どうし、フードあり、なし、なしがいい、なし、なしがいいってもう自分で言うてもらってないやったら俺の意思ないやん、そこにまあいけんことはないって感じだ、うん、いけなくないよ、かっこいいよ、来たい、来たいな、じゃあ今来てみたい、うん、来てみたいな、いいじゃん、どう、おしゃれ、おいおいおい、おしゃれなってるやんけめっちゃいいじゃん、このノースって分かんないのがいいよね、そうやね、シンプルやから今日みたいな綺麗めな感じ、うん、去年からずっと言ったもんね、うん、これいいんじゃないですか、こうやって一緒に着れるよ、それ入れとく、まあ、一旦入れとく、一旦入れとく、入れるだけね、入れるだけ、一応入れるだけ、入れるだけ、うん、あの串でその袋入ってんのってないもんね、あ、そうなんだ、うん、あの串袋ないから次なんかみたいなある、あ、じゃあ女子一回見てみようか、あ、はい、え、私のターンなの今もう、あ、そうや、あ、そうなんだ、帽子も多いな、ねえ、私これ持ってるね、あー、ノースフェイスのね、うん、これネイビーやったっけ持ってる、うん、持ってるネイビー、
でももう前にニットも欲しいとか言ってたな。言ってた言ってた。なんか差し色でこんな。わあ可愛いね。なんかさ、人参だね。人参だね。でもそれ黒の服の時はかっこいいと思う。ね、確かに。全身黒とかにして、うん、オレンジの帽子やったら映えると思う。どう？金髪似合ってるしね。あ、これ着ればいいじゃん一回じゃあ。あ、確かにそうですね。あ、今日のコーデですやん。完成しちゃった。あ、ブラックに差し色で人参があるってこと。どう？うわ、これですやん。ブラックまた異素材なんですよね。テカテカした感じとマッキーのブラックと、うん、あとスカートが、うん、ポリのね、フリーズタイプになってるから全部の素材が違うっていうことで聞いてみます。まあ、とりあえずね、とりあえずこれめっちゃ多いやん、この服に。ほら、あ、ありがとう。とりあえずね、これも借りるかもしれないけど、とりあえずね、これ多分結構狙い目やと思うよ、マジで。だって着やすいし、なおかつしかもこのリュック人気やし、色も可愛いしね。うん、落ち着いてるよな。うん、差し色になっておしゃれ。これもうこの時になかったら申し訳ないけど、以上ですかね。靴下とかもあるけど、はい、あれ、これってさ、あそこでもなかったっけ、レアトリアの。うん、ある。あったな、なんか ありそうな感じ。わかんない、なかったってあれだけど、これあったよな、こんなん。あ、これあったよね。あったな、やっぱな。あったかもしれない。やっぱおしゃれなとこにはこの靴下あんねん。本当だね。フリースだけ申し訳ないんやけども、うん、やっぱどうしてもあのターコイズが欲しいから、うん、ちょっと今回はなしにして、はい、こんな感じで買い物行きたいなと思います。はい、バッグとかリュックとか知らんと入るの。あ、そうだね、そうだね、そうしよう、そうしよう。あ、やっぱそうなんだ、ブリーフングだね。なんか、これも軍隊かなんかやったよな、確か。へえ。みんな丈夫いのが、それはそうだよね、毎日使うもんだからさ。で、今メイドイン USA って少ない、これメイドイン USA やんだけど、うん、アメリカのブランドでも、うん、ヒップウォンキーとかミステリーランチとかは、うん、メイドイン USA の中にあるんだけど、ほとんどベトナムやねん。ベトナムで作られてるメイドインベトナムが多いんです。ベトナムにリュックの工場が多いんです。へー。で、これが普通バージョンの、うん、あのアローですよね、はいはいはい、あれゴールドに戻ってるな。今違ったの。これ買った時は黒やった、グレゴリー。あ、グレゴリー自分が父親になって子供に譲りたいバッグナンバーワン。へえ。でもそれぐらい長く持てるよっていう歌い文句なんやけど。へえ。丈夫で。俺意外と手大きいからさ、うん、L で入らんときあんねんな。なんかさ、ノースの手袋って入り口ちっちゃいのあるよね、うん、ちょっと今年これ使ってみようか。さらっと来てさらっとからね。あのさっき見てたさ、うん、裏フリース生地やねん言ってた、うん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 、あれの手袋は。とりあえずね、とりあえずとりあえず。よし、僕も OK。 はい、行こうか。行きましょう、うん、やっぱオレンジ可愛いね。うん、とりあえずって言ったけど買っちゃったね。だからとりあえずって言ったら、これが皆さんも買い物するときはね、あの とりあえずって顔に入れてた。どこにここがあるの。ほんとだ、とりあえずやったことになるもんね。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、こちら購入させていただきました。まず中身の紹介は、あの後日、今関東回ってるからしばらくできんから、まあちょっと帰ってからね、撮りたいなと思いますので、ありがとうございました。では、今回夫婦で買い物してみたというところになってます。また別のところでお会いしましょう。ありがとうございました。はい、結構おり。で、この後君は買い物行く。うん。何買うの。なんかわかんない、服見たい。服、うん、新宿で。はい、行きましょう。え、もう終わり。行きましょう、はい、行きますよ、はい、行きますよ。ペコリはペコリ、ペコリした、ペコリペコリした、ペコリしたよ、ペコリ。